絆結び跳ねる気持ち、君は私の天命。食べてね。さくらんぼがないと誕生日ケーキを食べた気がしないのよね。だからさくらんぼを食べると誕生日ケーキを食べたみたいで幸せになるわ。はいはい、食べていいから。なると分かってたから一部隠しといた。これは全部ロザリアのもの。でも1時間に1個しか食べちゃダメ。分かってる分かってる、一気に食べるのは子供よ。おいしいものはゆっくり食べる、それが大人。ロザリアどうしちゃったの？リハーサル？そうみたいね。パンの上にさくらんぼを乗せただけ。もういいじゃない。キルシュトルテも黒いケーキにさくらんぼでしょ。それからたくさんのシロップ。やっぱシロップがないと物足りないよね。あれでさくらんぼを毎日食べられる。あ、さくらんぼの賞味期限は短いから早く食べないと腐っちゃう。そんな、せっかくのさくらんぼが、そんな、あ、そうだ、ジャムにすればいいわ。そしたら1ヶ月後も食べられる。でも、ジャムってどうやって作るの？甘いから、砂糖が必要よね。まず、種を取って砂糖をかけてみようかしら。ジュースが出てきた。その後はどうしよう。さくらんぼは溶けてジャムになるから、とりあえず温めればいいよね。頭いいロザリア、賢いロザリア。あともう少しってとこかしら。さくらんぼがジャムになるのは形を変えて生まれ変わるってことよね。これでいいわ、生き残って捨てられなければ。
体どうしちゃったの？またリハーサル？そうなのかな。キッチンで寝落ちするとはさすがバカロザリアだよね。じゃがいもの蒸気を吸えば風邪が治って嗅覚と味覚が戻ると思ってるな。本にそう書いてあるもん。せっかくリリアが助けてくれたジャム、ちゃんと味わわないと。そんなの、そんなの。大丈夫ロザリア、謝らなくていい。サクランボに申し訳ないでしょうが。早く薬を飲んで。飲みたくない。シン、さっき言ってた風邪を治す方法って何？ははっ、やっぱ僕の出番か。ライ麦パンにラードとニンニク、僕一押しの風邪薬だ。食べればすぐに元気になって風邪ともおさらば。ジャムのためにはやらなく。あれ、全然味がわからない。全然効いてないね。やっぱり薬飲んで。指切りした午後5時、あなたの目光る星、風撫でる帰り道、あなたと夢結んだ。琴の葉は心打つ思い出はない。ずっと眠ったままでいい。